にちは。土浦市から参りました石坂秘書です。今日は空を見上げると暖かい青空、周りは綺麗な桜、そして目の前は応援いっぱい手出していただける優しいお客様の前で踊れることをとても嬉しく思います。もう本当によさこい日和、人生のご褒美だと思っております。これからお送りします曲はラララのヒット曲を持つ大黒摩季さんプロデュース、北海道の出身の民謡日本一輝きました和美さんの歌によります、ソーランビートという曲です。元気いっぱいパワーをお届けしたいと思いますので、どうぞご声援よろしくお願いいたします。気をつけレイ、よろしくお願いします。Yeah.
桜賞は誰の手に？誰でしょう？イエーイ！おめでとうございます！頑張りました！素敵！